ソニーセミコンダクタマニファクチャリング株式会社は各種半導体の設計、開発、製造、カスタマーサービスを扱う企業、ソニーセミコンダクタソリューションズの完全子会社である、ソニー CXP8624 から29992001年4月1日に、ソニーの半導体製造士会社であったソニー国部、ソニー長崎、ソニー大分の九州三社を合併して、 ソニーセミコンダクタ九州として設立され、当時建設中であった、熊本テクノロジーセンターも、同社の事業所とされた。2011年11月1日に、ソニー白石セミコンダクタを九州合併し、社名をソニーセミコンダクタ九州からソニーセミコンダクタに変更。2013年4月1日には、本社を福岡県福岡市沢楽。 小文字浜にある TNC 放送会館から人事や広報、設計開発などの機能が段階的に集約されていた熊本県菊池郡、菊陽町の熊本テクノロジーセンターへ移転した。2014年3月31日、閉鎖を予定されていたルネサス山形セミコンダクタ、鶴岡工場をソニーが買収したことに伴い、同工場はソニーセミコンダクタに組み入れられ、 山形テクノロジーセンターとして創業を開始した。2015年2月にはソニーが画像センサーを増産する方針を決め、長崎、熊本、山形各テックに約1050億円を投じると発表しているほか、同4月には長崎テックに約240億円、山形テック約210億円をさらに投じると発表している。2015年10月28日に、 会計不祥事によって合理化を進める東芝から、ソニーへの画像用半導体設備の譲渡契約が締結されて、2016年3月末までに、東芝を置った工場内の一部の半導体製造関連施設、設備並びに社員が、ソニーセミコンダクタに編入されることとなり、同4月1日、同社によって、大分テクノロジーセンターが設立された。 また、プレイステーション3向けの LSI を製造していた、大分県国崎市の製造拠点は、需要増が見込めないとして2016年3月をもって閉鎖。同4月1日付で、だいぶ、テクノロジーセンター、国崎サテライトとして、再出発した。2016年4月1日、ソニーグループにおけるデバイス分野のさらなる強化を、目的とする経営改革に沿って、 ソニーセミコンダクタは新たに設立される半導体事業会社ソニーセミコンダクタソリューションズの子会社とされ社名をソニーセミコンダクタマニファクチャリングに変更した日本ハンドボールリーグにソニーセミコンダクタマニファクチャリングブルー昨夜の名称で参加している1984年創部ありがとうございます